い座れ、はいそこ座れ、はい院長、起立、礼、着席。ちょっと話がある。みんな学校の飼育室知ってるな。昨日あそこの鶏を食べちゃった生徒がいる。何それ鶏。はい静かに。用務員の東野さんが生徒の姿を見たらしい。素早い野獣のような身のこなしで軽やかに走っていったそうだ。夕闇に光る二つの凶暴な目、揺れるたてがみ、逃げながら「ハクナマタタ」と歌っていたそうだ。ハクナ先生、なんだそれって。シンバ君だと思います。違う、僕じゃない。嘘つけ、お前ライオンじゃんかよ。だってお前野菜食えねえじゃん。おい静かにしろ。先生、決めつけんな。疑ってるじゃないですか。疑ってないぞ。疑ってるって。疑ってない。疑ってる。疑ってない。僕じゃない、僕じゃないって。僕はライオンだけど。西岡先生、シンバ座れ。今日の朝飼育室のシマウマを食べちゃった生徒がいる。ハクナマタタ。本当の感動はここにある。ミュージカルの王者、ライオンキング。さあ